これはこっちのセリフだ。イメチェンだ、イメチェン。原作で読ませていただいてる時もやっぱりそのドットっていうキャラクターが非常に、まあ、パワフルで、まあ、いろんな表情をしてると、なんならこう目ん玉飛び出てたりとか鬼の形相になってたりとか、その表情にどうやってお芝居を合わせるかっていうと、やっぱりもう自分を犠牲にするしかなくて、喉から血が出るほど叫ぶっていう感じですかね。なんかプロとしてはダメかもしれないけど、まあでも現場にいる誰よりも大きい声出そうとは思いましたね。最近聞いてても確かに、大丈夫かな。ダメです。他では使わない音使ってますね。でもキャリアが上がるとどんどんおとなしくなってくるのかなって思ってたんですけど、なくなることはないんだなって思いました。はい。なんだこれ。魔法使いが生きている世界で、まあ、魔法が使えない主人公がどうのし上がっていくかというか、その世界では、かなり、魔法が使えないっていうのは重罪みたいな、それをやっぱどう打ち砕いていくかっていう痛快さみたいなところは、まあもちろんギャグのテンポとか楽しさはそのまま感じていただきながら、まあ結局はそこの爽快感なんだろうなとは思いますね。そういうことですな。よっしゃこれ、やるぜ。